シマノがリリースする最新タックルの情報をいち早くご紹介するコンテンツ、シマノタックルインプレッション。今回は田辺則夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、シマノのスピニングリールの最高峰、ステラのご紹介ですよね、はい、こちら4年ぶりのフルモデルチェンジしたんですよね。みんな待ちに待ったと思うんですけれども、うん、まあ本当にステラってもうシマノのプライドの塊じゃないですか。はい。だからこそその4年間多分技術者はものすごい大変だったと思うんですけれども、うん、それがやっと形になったと。もう見た目も高級感がすごいですね。最高峰高級っていう言葉はもう本当ステラにふさわしいと俺は思ってますよ。うん。具体的にはどういったところがこう最高峰なんですか？全身鋼の塊っていう感じなんですね、うん、はい、絶対に壊れてほしくない、はい、絶対に最高の使い心地であってほしいという、うん、その思いを詰め込んだと、うん、ですからステラは特徴的なのは、うん、もう耐久性を必要とする部分、はい、まあ、この全てこのケースからオール金属ですよね。あ、そうなんですね、はい、だから歪みのないこのケースの中だからこそ、うん、精密な、もうとことん精密なギアが入れ込めると、はい、だからこそのこの全ての可動なんですよ。ステラは特にこのベール、はい、とかすごいしっかりしてるじゃない、はい、でこのズレがないっていうの、ブレがないっていうの、こう開いた時もこうきっちりしてるし、うんうんうん、全くカタカタっていうことがない、はい、だからこそこうファイトの時とかもドラグも性能を発揮できるし、うん、全然巻き込みでもブレがないし、はい、だからパワーファイトもできればこう繊細にこう巻きながら当たり取って合わせていくっていうのもできるし、うん、だからやっぱりここはね年々こうしっかりしてきてる感じ。はー。だからそういった一個一個こう丁寧に仕上げられてることが、うん、やっぱり釣りやすさと超過につながってるって言えると思うんだよね。このリール自身は本当にエクスプロテクトとか入ってて、うん、もうほとんど海水が侵入してこない、うん、だから俺なんかも使っててもう本当軽く水洗いするぐらい長く使える、うん、こう耐久性のあるリールっていうのは重要かなと、うん、もう実際に相当使われてると思うんですけど、はい、この新しくなったステラいかがですか？いや、 やっぱりいいですよ。でステラはこれ歴代そうなんですけど、うん、まあシマノの他のリールに比べてこのスプールのここの高さ、はい、これがね高いんですよ、うん、ってことは何が起きるかっていうと糸がこうびっしり重なり合わないんで、うん、非常に放出がスムース。ほー。で俺はスピニングリール使う時にこう指で押さえてパラパラって糸を出して、うん、スーッて落とし込む釣り方がすごい多いん、はい、ね、パラパラって出してスーッ、うん、そうするとパラパラって出るためには、うん、もう必ずこう糸のほぐれがいいのがすごい有利になって、はい、うん、テンションがかかんないでパラパラって出てそれをスーッと入れていく釣りが非常にしやすい。よく飛ぶしパラパラ落としやすいし、だからスピニングリールを使う上でのこのまたベイトキャスティングとは違ったスピニングの有利さを発揮できる、はい、なるほど、うん、まあ、バスフィッシングだと2500番ぐらいを中心として、はい、あと海でマダイ釣りをよくやるんですけど、一つ点やですか？はい、一つ点や、はい、まあ、これは俺は3000番か、はい、もう最近は4000番も使いますよね。お、このスプール径の大きさとか、はい、うんうん、糸巻き量とかそういったことをメインで使うんで、うん、だから力だけで言うんなら多分2500番1個でも全ての釣り、結構そういうマダイ釣りとか全てっていうか、はい、そういう類のね釣りは全部使えるはずなんですけど、やっぱりより釣りやすくするための、うんうん、まあ、このスプールの径とかね、はい、を選んでいくという感じで使い分けてます。全てにおいてこうやっぱ安心感、うん、もうステラ使ってれば大丈夫だと、はいはい、で俺が釣りに求める思想の中で一番大きいのは、うん、釣れなかったり、うん、バラしたり全て
悪いのは自分が悪いっていう風になるのが好きな、はい、あ、何かのせいじゃなくて、そう、道具のせいには絶対にしたくない、うん、ってことは、はい、もうこのリールを持つしかないと。確かに完璧なものを持ったら完璧、それで釣れなきゃ自分のせいでしょ。そうなりますね。だそういう考え方が好きなの。だから釣り具には妥協しないし、もう絶対的な信頼のおける道具を使いたい、はい、うん、じゃあもうステラですね。間違いない。島の TV チャンネル登録よろしくお願いします。